能登半島地震に対する関係機関からの応援状況について国の派遣制度を活用し現在も50を超える自治体から被災地に職員が派遣されていることが分かりました県によりますと今月12日の時点で54の都道府県と政令指定都市から925人の職員が派遣され奥能登地域を中心に 罹災証明書の発行や避難所の運営などの支援を行っています派遣職員の延べ人数はおよそ6万5 0人に上るということですまた、地震発生当日から県庁内には国による非常災害現地対策本部が設置されましたそれぞれの省庁から幹部級の職員を派遣し 情報の集約や復旧に向けた取り組みの推進にあたっているということです1月下旬のピーク時にはおよそ300人の職員が派遣されていましたが12日時点ではおよそ180人の派遣となっています今日の会見で長谷知事は応援体制は縮小しつつあるものの各市や町での罹災証明書の発行や解体撤去の立ち会いなど 今後も継続して支援を求めたいとしています。